倉敷市は2002年度から JR 倉敷駅の西側およそ22.5ヘクタールの区画整理事業を進めています緊急車両が通りにくい場所をなくしたり公園を作ったりするもので来年度中の完成を予定していましたしかし市によりますと新型コロナの影響で地権者との交渉が順調に進まなかったことなどから完成予定が7年延期し 2031年度になるということです延期は4回目ですまた資材価格の高騰により総事業費もおよそ171億円から219億円に増えることもわかりました JR 倉敷駅周辺をめぐっては中心市街地を南北に分断する鉄道を高架にして一体化する構想があり現在岡山県が計画の再評価に向けた検討を行っています 立体交差事業では当初、区画整理によって用地を確保する予定にしていたほか区画整理とともに進めることでにぎわい作りの効果を高めるとしていました。